こんにちは、アンナです。はい、ということで今日も個人チャンネルの時間がやってきたんですけど、今日はなんとバレンタインデーです。イエーイ。ちょっと動画をアップする頃にはもうバレンタインデーはとっくの昔みたいな感じになってると思うんですけど、今日はバレンタインデーなので、まあ、バレンタインデー私何しようかなと思って、去年何したっけなと思って思い出せなくて、で私バレンタインデーの思い出って基本的になくて、そのなんて言うんだろう、意外とチョコあげたりとか作ったりとか、もうなんか友チョコとかのイメージしかなくて、なんか何をすればいいんだろうと思ってすごい悩んでたんですよ。例えばご飯作るでもいいし、なんかお菓子作るでもいいしって考えてたんですけど、ちょっとまあ大人にもなって、でこれから先将来のことを考えたりとかしたら、まあ2人の時間をやっぱり大切にしようと思って、ちょっとおしゃれなバレンタインディナーをしようと思いまして、でその様子をですねちょっと動画で撮れたらいいなと思って動画回してます。バレンタインデーなので赤いお洋服にしました。でメイクはちょっとオレンジな感じ、オレンジなシャドウで、リップは赤、ちょっとシャドウしてカラコンもしてます。このカラコン可愛いですよね。これはアンイーリで、これからもっと詳しく発表になると思うんですけど、プロデュースする予定のカラコンです。可愛いでしょ、ナチュラルで。彼カラコン好きじゃないんですけど、あんまりこれはすごいナチュラルなのでつけやすいです。はい、ということでちょっと初めて行くんですけど、ずっと気になってたお店があって、おしゃれな今日はバレンタインディナーを皆様にもシェアハッピーしたいと思います。ということでお店に着きました。イエイ。ここのお店はですねずっと気になってたんですけど、なんとメニューがないんだよね。でコース料理なので、もう選ぶ必要はなくて、ご飯で飲み物もお任せにできて、基本的にメニューがないお店です。楽しみ。お腹が空いて、私今日ずっと打ち合わせでずっと食べてなくて、お腹が空いてやばいです。いただきます。楽しみだね。で私たちは飲み物はペアリングにしようと思って、お料理に合わせて少しずつワインをいただくという感じにしたいと思います。豆自体がとっても美味しいので、シンプルに塩と水だけでいただいてます。噛んでるのもハーブなんですが、素揚げしてるセージですね、はい、もう噛んだ時に香りがふわ、豆の出汁も美味しいので、最後はスープみたいに召し上がっていただけて、はい、だいぶ今回ちょっとこのワインの酸味がだいぶこう立ったワインだったんですけど、2013年のヴィンテージってこともあって、だいぶ熟成によって酸がまろやかになっていますね。ちょっと豆の優しい味わいと優しい酸味の合わせ、そして優しいペアリングになってます。はい、ありがとうございます。おいしい。セージだよ、セージ。熟成ワイン、本当だね、ワインね。あ、お腹すいた。美味しいです。おしゃれなバレンタインディナーだね。まだ早い時間じゃん、夜お腹空きそうだよ、絶対に。うわ、美味しい。幸せ。今日は酔っ払いそうです。一品ちゃんとワインのこととか食事とか、そういうこれはねどういうものを使ってますとか、産地のこととか全部ちゃんと詳しく話していただけるので、食を倍楽しめる感じですね。ね、新しいワインが来ました。
うわ、飲みやすい、美味しい。私このワイン好きだ。いただきます。うん、やばい、めっちゃ美味しいよ。美味しすぎる。うん、美味しい、幸せ。これはワインに合うね、確かに。うん、美味しい。ごきげん。ハッピーバレンタインデー。結構じんわり染みてく酸味があるので、なんかこうカニ食べるカニ酢みたいな、そんなイメージで。ありがとうございます。素敵素敵。カニのお料理が来ました。いただきたいと思います。しっかり酔っ払う。一品一品に対するね。だからなんか変にご飯を食べに来るっていうかさ、もうなんていうの、食を楽しみに来るって感じじゃない。食もワインも。私そういうところ大好きなんですよね。丁寧丁寧に。ご飯もエンターテインメントって言うじゃないですか。なかなかかっこいい、本当深いからね、ご飯ってね。なんかお家で作れるじゃないですか、料理って。でもこういうところってさ、お店に来ないと楽しめないしね。そういうところが素敵じゃない。私大好き。月に1回は行きたいなって思って生活してます。なので皆様もぜひ気になった方はね、来て体験していただきたいなって。こういうのってすごい人生の経験になるしね、頑張ろうって思うじゃん。お仕事もこういう美味しいご飯食べるために頑張ろうみたいな。食って深いよね。大好き。いただきます。カニだ。カニさん。イケガニ。うん、カニさん。泡が。私の大好きなカニさん。おいしい。ちょっとおしゃれだけど。見てください。お顔のやつが来ました。かわいい。これは月のワグマです。いただきます。ワインか。次がワインじゃないです。ワインじゃない。何ですか。カクテルでご用意してます。これはベルモットですね。ワインにハーブとスパイスをつけたものをトニックウォーターで割ってます。結構ソーセージでジャンクなイメージがあるので、なんかこう大人のコーラみたいなイメージで作ってます。まあ、ただ炭火の香りとこのハーブの香りとっても相性がいいので、ぜひちょっとそこも楽しみいただきたい。ありがとうございます。おしゃれね。大人なコーラだって。暗いね、暗くなってきちゃってごめんなさい、見づらいと思った方。でもこういうご飯屋さんは暗くてそれが雰囲気なんで楽しんでもらえたらと思います。おいしい。確かにちょっとコーラっぽい。早速いただきましょうね。いただきます。なんかお肉っぽいウインナーなの。すごいお肉って感じがする。美味しいね。どう、バレンタインデーにこんなんです。どうどう、料理作ってもらいたかった、それともこうやってデートしたかった。デートもいい。デートもいい。特別な日はね、特別な日はこうやって特別なご飯もいいですよね。うん、美味しい。ね、ソースの方は豚の慣れ寿司って言って、まあ、豚肉と炊いた玄米を合わせて発酵させたものなんですけど、まあ、実に鮎の慣れ寿司。じゃがいもですね。もう石焼きにしたっけ。ニョッキ焼きました。おしゃれ。いただきます。見て、器もね。
素敵なんですよ。私こういうお皿欲しい。素敵だね。素敵なね。とろける。めっちゃめちゃおしゃれな味、美味しい。8種類のワインが来るから普通に考えて酔っ払うんですよね。だからちょっとほろ酔いになってきました。私はベロベロです。乾杯。ほろ酔いです。でも結構お酒が響いてますね。やっぱそれぞれのご飯に合わせてお酒を飲むってやっぱり一口とかじゃないとしんどいですね。それはそうなんですけど、でも楽しい。でも本当にここご飯屋さんずっと気になってて、リカリカってところ、もうあの今はねコロナの影響でコースしかやってないみたいなんですけど、コースでも十分満足できるし、ペアリングじゃなくても白赤スパークリングでワインも選べるって、好み言ったら、ね、好み言ったらそれに合わせて用意していただけるって言ってたので、こちらもあの一緒に美味しいので入れてあのリゾットに仕上げております。で、北イタリアン、このエメリアの2004年のメルノですね。もうすごい熟成がかかっててめちゃくちゃ美味しいワインになってます。これすごい贅沢に使ったものです。でそちらに合わせてるのが、スイスのスタウトですね。黒ビールになります。結構最初ちょっとごはして飲むとほろっとしたような感じで顔っぽいニュアンスがあるんですけども、まあ、なんかこの感じの雰囲気なのにすごいこう飲むと切れ味のあるビールになってます。結構こう赤ワインと黒ビールっていうすごいなんかこうコーヒーで適度にすごいなんかこう面白いぶつかり合うペアリングになってます。ありがとうございます。メインのお肉が来ました。おいしそう。静岡のお肉ですかね。うちももですって。いただきます。うわ、最初はね味付けがされてるのでお肉にそのまま食べてくださいとのことでした。うちではよくお肉も焼くんですけど、こういう焼き加減はお店でしか食べれないですね。いただきます。怖いよ。見て、こんな大きなワイングラスできた。幸せ。いただきます。最後のパスタが届きました。めっちゃいい香り。燃えたから。最後は白ワインですっきりと終われるみたいです。美味しい。パスタ大好きなもんね。最後は白ワインです。ということでご飯が食べ終わりました。ごちそうさまでした。ハッピーバレンタインデーということで、彼にはこれからもよろしくお願いしますという感じで、乾杯。バレンタインデーはね、こうやって美味しい特別なご飯を提供してくださってるお店があるので、そういうところに頼って素敵な時間を過ごそうと思って来たんですけど、思ってたより何倍も素敵なところだったね。私たちはまた特別な日に来たいと思うので、皆さんもぜひ来てみてください。では皆さん、今日の動画ありがとうございました。皆さんもぜひ来てみてください。